はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は船に関わる授業の第2弾でございます。タイトル、日本にどのくらい船で運ばれてくるのっていうのをやっていきますので、ぜひね、最後までお付き合いください。 で、前回、船でね、日本にたくさん輸入してるんだっていう話をしていきました。だから船なくなったら困っちゃうよね、みたいな話をしたんですけど、じゃあ今回実際に、その船でね、どのぐらい何パーセント運ばれてきてるのかなっていうのをやっていきます。だから、ここには数字がね、いっぱい入っていくんだけども、なんかその数字さ、聞いていくだけじゃつまらないじゃん。だから、一個ね、ここでみんなにやってほしいというか、考えてほしいことがあって、今ね、 衣類、まあ、洋服系ですよね。とか小麦とか大豆っていっぱい書いたんですけど、この中で一つだけ、一<え>つだけめちゃくちゃちっちゃい数字が入るのがあります。先に言っておくと結構大きいです。全体的に大きな数字が入ります。ただ、一つだけめちゃめちゃ少ない数字があるので、それがどれだろうなーって考えながらぜひ聞いてみてください。いいかな では早速ね、この衣類からやっていこうと思うんですけど、で、スタートの前にちょっとね、一個確認しなきゃいけなくって、少し復習します。前回、ちょっとね、日本をざっくり書きますけども、ね、日本。日本に海外からこうやって入ってくる、外国から入ってくるのを輸入って、 いう話がありましたよね。逆に出ていくのが輸出って言うんですけど、今回書くこの数字は、実際輸入してるパーセンテージです。いいだから、飛行機もちょっと入ってます。この数字の中には。ただ、ほとんど船なので、そこだけ先に、あの、了解していただきたいというか、あ、そうなんだと思っておいてください。いいかな書く数字は輸入してる数字です。で、例えば衣類ね。 あの、前回の動画の時、自分がね、今話してこのハイチがさ、着てる服がベトナム産みたいな話をしてましたけど、で、今回、衣類は、なんと 97.、97.9%と。で、これ、細かい数字書いていくので、これ絶対覚えてってわけじゃないからね、あ、こんなにたくさん輸入してるんだっていうのを覚えてもらえれば、それで十分です。しかもこの数字って、今2021年に撮影してますけど、当然変わるからさ、多少ね、ずれるから。 だから厳密に覚えなくていいんだけど実際97.9%海外から輸入してきてるものをみんな着てるわけです日本で販売されてるから実は今日着てるのもベトナム産です私のはねみんなならからないけどさでこんな感じで数字を書いていこうと思いますで次食ですね食今ちょっとね本当にベトナム産かなって今ちょっとチェックしてるから待ってえー、っとうんベトナムさん。<laughs> ごめんねじゃあ次食ですね で、まずは小麦いきましょう。で、ちなみに小麦ってみんな何の食べ物で使われてるか思いつくかなまあ、いろんなものあるんだけど、例えばみんなに親しみがあるんだったら、まあ、パンとか、えー、パスタ、スパゲティね。とか、あとケーキとかが今、イメージつきやすいかな。まあ、この辺で使ったりします。あとあれか。これは俺が個人的に好きなので書きますけど、うどんとかね。まあ、この辺で使う小麦です。さあ、小麦何痛い <laughs> ごめん輸入してるかっていうと84ですまあ衣類に比べればね少し減ったなって気がするけど80%超えよつまりもし船がなくなってしまったら80%の小麦が使えなくなります今日本で使ってるものをねだから80%のこういった商品もなくなっちゃうわけですいいあのちょっともうあのざっくりした言い方をしてるけどねでもそういうことなのそれだけたくさんのものを輸入してると じゃあそのままいくよ。次、大豆ね。で、大豆は、大豆、名乗ったな。大豆は、まあ、豆腐が多分、一番、イメージしやすいかな。あと、お醤油とかだね。まあ、他にもありますけど。で、こういったものに使ってる。さあ、小麦が84。大豆は、もっと増えて94、94%です。たくさん輸入してます。じゃあ、ガンガンいきましょう。じゃあ、肉。そして、魚介、魚ですね。ここ実はですね、まあ、たまたまなのか、同じパーセント。 パー,センテパーセントね。なってまして、ここ48です。まあ上に比べれば約半分まで、まあ、下がってはいるんですが、えー、船がなくなるとみんなが、まあ、スーパーとかで売ってるね、お魚とか肉っていうのも半分がなくなります。で、これちなみにこれ余談なんですけど、私もともと塾で先生をやっておりまして、小学生も教えてたんですね。で、なんかこういう話、まあ輸入輸出の勉強してるときに話になったときに、 あの、肉とか魚の話もしたわけよ。その時に、このね、肉の方、あ、これ、魚の方が、その日本、あ、なんだ、日本で取れたものいっぱい食べてるんじゃないですかって結構言う子多いんですよ。え、輸入する必要あるんですかって。だって日本ってさ、周り海じゃん。島国だから。これ海でしょ。だから魚いっぱい取れ、実際取れるんだよ。 取れるんだよね。だから輸入してる必要ないじゃんって言うんだけど、ぜひもしね、あの、まあ、お母さんとかお父さんとかと、まあ、スーパー行くことがあったら、お魚のとこに書いてあるから、商品名に。何さんってどこどこさんって書いてあるんだけど、意外と海外のものばっかりなんで。はい。あの、自分がよく、あの、サーモンのお刺身とか好きなんで買うんですけど、やっぱり海外のものでするからね。そう。なのでぜひチェックしてみてください。意外と多い。お肉もそうです。いいかな。 で、次、果物です。で、果物は、えー、62%。日本の中では、たくさん取れる果物もあります。ありますけど、逆に取れない果物もあるので、やっぱり、輸入しないと、そういう商品がたくさん並ばないんですね。で、実は、このね、えっ、ー、と、シリーズ、授業動画を撮るにあたって、ある、えー、港にお邪魔させてもらって、取材というかね、見学させてもらったんですよ。自分、群馬県。 みんな知ってるかな群馬県。群馬県に住んでる。群馬県ね、この辺にあります。関東の北関東ってこの辺なんだけど、周り海ないんですよ。だから全然港っていうのがね、その生活になくて。で、も初めてと言っていいんかな多分。で、行ったわけですよ。その時に果物をこう輸入してる場所をね、見させてもらったんですが、すごいよすっごい量のバナナとかパイナップルとか輸入してて、それを保管してたり。まあ、バナナの話はね、実はまた他の動画で喋るんですけど、 なので、そういう意味で、いろんなものをね、たくさん62、62%果物は輸入しておりますと。だからこれ実際みんなの生活にめちゃめちゃ関わるじゃん。この辺とか。もちろん服もそうだしね。関わる。それが、船がなくなっちゃうと、これだけ困っちゃうよっていう話。で、ここで来ます。授業の最初、この動画の最初にね、%、数字がめちゃめちゃ少ないのあるよって。こいつです。はい、米でございます。で、米はね、やっぱり日本は米がたくさん取れます。なので、 実際輸入してるのは3%だけです。みんなが食べてるお米もほとんど国産、日本の国の中で取れてるもののはずです。だからこれが一番、じゃあまず最初の答えはここ、お米でしたと。で、一応ね、食はまだいろんなものがあるんですけど、動画めちゃめちゃ長くなっちゃうので、ひとまず、あ、こんな感じでたくさん輸入してるんだっていうのを覚えておいてください。 で、次ね、一応、衣食10って分けて10、まあ、住まいに関わる、まあ、木材ですね。まあ、木材別に住まいね、家以外でも使いますけど、木材もですね、たくさん輸入してます。日本って結構木があるイメージ、ある子多いと思うんですけど、足らないんですよね、実際。実際は海外から66.6%、まあ、7割弱ぐらいですね、を輸入していると。 実際、この木材のね、専用の船があって、運んでくる船があって、もうでっかいこう丸太というかね、その木をもうブーンって積んで運んでくるのよ。そうやって。で、たくさん輸入して、日本で使ってると。だからまあ、ここもなくなったらめちゃめちゃ困るよね,ね60。ね、67%の木材なくなっちゃうわけだから。で、最後、その他って書きました。で、ここに関しては、例えばエネルギーとか、まああと原料とかね、いろんなものが入ってるんですけど、例えば石炭。いい。 これさ、石炭と天然ガス先に行っちゃうから。で、天然ガスって、まあ、みんながね、家でガスコンロを使う方はガスで使ったりとか、あと発電。電気を作るために使います。石炭もそうです。ここがま、電気を作るために使うんですが、ここのパーセンテージがやばい。まあ、やばいって言っても、ちょっと悪いけど、すごい多いんです。例えば、石炭。現在 99.、99.6%輸入です。ほぼ100%よ。天然ガス。これも、 97.8%ほぼ100%です日本は昔石炭は取れたんですよ今は取れませんもうだから輸入頼れなきゃいけないでしかもここの発電に今頼ってるからこれがないと電気が作れないんだよねもちろん今これっていうのはあの永久に使える石炭って永久に取れるものではないので 持続可能エネルギーって言って、そのずっと使うことができるエネルギーをたくさん今研究したりとか使うようにはしているんだけども、やっぱりここに頼っているので、ここがないとめちゃめちゃ困る。<え>石炭とか天然ガスはすごい高いと。でですよ。で、どっち行こうかな原油行こうか。これはまあ石油ね。例えばガソリンとか多分イメージつけやすい。ガソリン、原油。で、これも、あ、ごめんなさい。逆だった。すんごい高くて99.7%。 みんながね、ただ、車持ってる方はいると思うね。車の時ガソリン使うわけじゃんか。電気自動車じゃなければ。その時使うのがガソリン。まあ、原油99.7%は輸入していると。日本取れないからね。さあ、鉄鉱石です。で、鉄鉱石って何だろうって、これもう漢字でね、鉄って入ってるから、まあ、鉄の材料だと思って。鉄の原料です。さあ、鉄って身の、えっと、みんなの身の周りにもいっぱい使ってます。鉄を触ったことがない人多分いないです。きっと。あの、生活の中どっかで見てるはずです。 で、この鉄鉱石の輸入何、何かっていうと、これ100%です。ついに出ました、100%。ということで、まあ、上もそうなんですけど、特にここね、まあ、エネルギーとか原料とかっていうところは、もうほとんどもうこれ、輸入に頼って、日本は取ることができないんでね。そこの資源がないからさ。だから、今回、このね、動画を通して、まあ、この中には最初にも言ったように、飛行機で輸入してるのも多少入ってます。入ってるものにはね。 だけどまあほとんど船で運ばれているので一応船っていうタイトルをつけてるんですがだから船がまあ輸入がねできなくなってしまうとこのパーセンテージのものがなくなりますもう成り立たないから特にここなんてなくなったら生活できんからねうちらそうってなってしまうのでまあ一応ねみんなの生活の中にはこうやってまあ多分あんま身近ではない方も多いと思うんですけど船っていう存在がみんなの生活を支えてるんだっていうのが伝わったら嬉しく思います はい。ということで、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。まだね、次回も動画が続きます。ちなみに次回はですね、ちょっと港の話をします。港ってまあ船があるんでしょうとかってイメージがつくと思うんですけど、実はこういったものもあって、こういったものもあるっていうのをちょっと話をしていきたいので、もしよかったらね、次回の方もぜひ見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。